鹿児島県立近郊湾高等学校は、鹿児島県鹿児島市平川町にある県立高等学校。2022年度までに、累計15年間スーパーサイエンスハイスクールの指定を受けた科学教育に力を入れている高校である。2005年度に s s h の指定を受け、2010年度に再度 s s h の指定を受けた。そのうち2012年度は、 コア SSH にも指定され、全国的な規模での共同研究が可能になった。2018年度には3回目の SSH 指定を受けた。本館の中央吹き抜け部分には、風光の振り子を展示していた。男子は、紺色のブレザーに、紺のネクタイ。女子は、冬服の場合、紺色の生地にエンジン色のネクタイをつけた、イートンジャケット、夏服の場合は、白地のブラウスに、 紺の膨大をつけたものである。1992年より、毎年、県立竹岡大高校との間で、スポーツ交換会を実施している。青保寮という名称の男子寮が、校内に存在する。2011年度より、女子寮が併設された。裏山の高低差を利用した、トレッキングコース。コースの頂き付近には休憩所が設置されている。ありがとうございます。